なんだ、この体に湧き上がってくる衝動。俺の中に何か凶暴な奴がたぎってくる。委ねろ、全てを委ねろ。これは俺の。どこに隠れた黒い剣士、これ以上まだ醜態をさらすか。オドの流れに同調したものは、まさに鬼神と化します。そして、とてつもない力を発揮するのです。人体の限界を超えて、命の危機と引き換えに。見事、この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦しよう。
信じられぬ。この姿の我が攻撃に耐え、雨津さえ傷を負わせる貴様、一体。離れしてな。けどえげつねえ戦いっぷりだな。伝説によれば強戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。まさかガッツがそれだって言うんじゃ。